やれば。5回ぐらいやれば1回ぐらい決まんじゃない？同じこと5回やれば。うん。あ、大体のゲーム捨てて。あ、いつも以上に捨てても、捨てますよ。あ、だから、頑張ったら、あんたら第一村人で頑張ったら俺はやるよ。いや、もう箱漁ってるやつがいる時点でもうやる気なくなってきたわ、もう。やられます。こんな空気読む。これなんだっけ？それを初期音。でん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 。よ、初期音。わかんない。箱漁るやつがいたって。で、できます。放送の時にやって。指定して。ふざけてるやついたらもう。箱漁ってるやついたらもう手を抜き。始めに。あれ、罠解除やめて。来るかもしんない。発電機回してるから、さすがに人としてやめたもんね。ついていてもやめ。仕方がない。本当にレベッカがさ、もうワールド世界のさ、もう、まあ、美女が本当に使ってたら俺頑張るけど、なんかでも落とすかもしんねえからな。すいませんね、ブラックヒロちゃんで。ハッチだから、別に真剣に勝っても俺には旨味ないから。勝って当たり前ですから。真剣にやったら勝っちゃいますから。だけどふざけるのは、あの鹿があるからそこ狙ってる。下積みされたらさよなら。もう、8もの入ります。帝国が多いな。道具どこのために取っとくわ。使わない。これで使ってしか勝てないチームなんかもともと勝てない。ここ一番の勝負どこ取っとかないでよ。ここで使ってるようじゃもう勝てない、今週は。俺はやめる。こんな風なプレッシャーかけてるんだったら、ホーム箱を使わなきゃ勝てねえし、そこで勝てねえんだ。4代目と5代目に使わなきゃならないといけないし、ならず。ルシャンクラスの優れてるやつはそこが理解できなかったら悲しいな。ルシャンクラスってのは優秀なんだ。ベトバの10番。戦術が戦略性に優れてる。アレルプレイヤー。この位置だ。コナンってね、ダイヤメタ。ついたから。ないんだよ。一応したいけど、ちょっと一票探りながら発展期の。結構大事かも。後輩になったらこうなるかもしれないです。
固まってる。あのね、行けないエリアがある。地下があって向こうに2個あるかもしれないけど、正面に。正面ってか右か、右手か。俺で言う、アルカードのおっさん頑張って。ドラキュラと人間のハーフのキッドさん、というかダークロードの息子さんよ。惚れられろ。ここで使う、絶対に。地下釣り避けるんだよ、このゲーム。地下釣られなかったら勝ち。このさん、デッドバのエース、スーパーエース。手が惚れる、これ。やれる。ヒロちゃん、通りを呼ぶデッドバイ。これまでいけるのがヒロちゃんの強い。感情を捨て、近づりを避けた。そこのための4代目が絶対キー。ここだったらいい、釣られても。自重しろ。俺が半分以上回すまで自重しろ。回せ、むしろ。お、治療じゃねえ。それやれ。待ってもらう。治療しろじゃねえ。ゲー、分かってるか、来ねえだろ。今。なんで言ってんだよ。ダメのラってさ。7割耐久時間使っても時間を使ってこれがないようにしろ。事故がないように。ダメのラって行くんだよ。俺は行かない。時間かける。俺の発電機が回ってからじゃなきゃいけない。優秀なやつって。使えねえから、時間がねえからやるか。ほんと使えねえ。普通な奴らばっかりだから、デッドバプレイヤー。で、生きてっから。マジ使えねえ、デッドバプレイヤーって。俺の発電機回ってから行けよ。回さないででしょ。使えねえからだよ。救助しなきゃ。その頭なんだよ。近づりトラッパーが一番危険なことも理解する。救助しろ。舐めてんだよこのゲーム。近づりしないように気を使いながらプレイしたのが俺だよ。動画見てる人がわかる。このプレイヤーのインテリジェンス、 IQ が高い。使えないやつは突っ込む。あと1台をどう回すかなら、アルカートの時間を使って回すんだよ。使えないやつが突っ込んだからだよ。やられろ。俺は抜ける。これがエースだ。感情が入れない。これがヒロちゃん、デッドバイスバース。美しい。今日のヒロちゃんって美しいでしょ。人を切って抜ける。これがデッドバの大事な側面なんだ。これができない奴らが多い。感情。レベッカとかエイダ。違う。アルガードの時間を使って耐久まで入れても、発電機回すんだよ。レベッカは発電機回す。エイダは自重する。8割以上、9割、9割超えた時にでもいいや。確実に回る時に行くんだよ。アルカード犠牲にしてもやるんだよ。「優しさコンテストは3人が優しい」でも勝負師じゃない。勝負師は俺の方。誰がどう見ても勝負師は俺。俺が言ってることは理にかなってる。完璧に理にかなったことを言う。優しいコンテストをするゲームじゃない。まあ、履き違えてる。例えばメッセージが送れたらこいつら俺に暴言チャット打ちまくると思う。これだからレベルが問題なんだよ。このレベッカは回さなきゃいけないんだよ。あの絶対に回して通電させてから行きゃいいんだよ。
確定の勝ちの状況を作ってから行くんだよ。わかるか？使えねえやつは感情に身を流し、感情的なんだよ。救わなきゃいけない。違う。チーム全体で誰かが抜けなきゃいけないんだ、一人。地下に行ってる、もう悪いけどお荷物抱えてたらもう無理だって割り切って発電機回すんだよ。うん。このぐらいの気持ちでやるんだよ。別にアルカードがそういう人じゃないと思う。優秀な人だと思うよ。慎重にやってるし、優秀な人だと思うよ。これぐらいの気持ちでやるっていう意味だよ。うん。アルカードの人は別に、多分優秀な人だと思うよ。ただ優しすぎるっていう。あと状況把握で、そこが危険だってことが、トラッパーはなぜそこに罠仕掛けてるのかって。地下に釣りたいからだよ。ここの4代目を回したら、地下に近いからだよ。ここさえ回せば、もうここ鬼門だから、絶対。エイラと回したとこが。違うところを見つければ勝ちだから、このゲーム。うん。これがあるの、デトバ劇団って。フレンド同士か知んねえけど、デトバ劇団、デトバ劇団あるある。抜けねえの。俺が釣られてる立場だと抜けないで逆転負け食らう。一人抜けりゃ勝ちなの。だから僕のプレイスタイルになった。僕は昔釣り交換もできる人なんですよ、本当は。あ、だってナンバーワンプレイヤーエース10番、世界のワールドクラスの10番なんだから、できないわけがない。どっちかというと僕は、どっちかというとプレイブリングは男前なプレイヤーですよ。うん。どっちかというと、女性が惚れるプレイヤー。よく言ってますけど、自分で。プレイブリングはチームプレイ。自己犠牲に溢れてるんです。試合、通電前と通電後を見ればいいだけ。通電後はドライです。通電前は、かなりのチームプレイヤーです。自己犠牲もあって。うん。これは、絶対、